はい、皆さんこんにちは、店長磯野です。今日のテーマは営業からの見積もり漏れてませんかについて詳しく解説していきたいと思います。これ最後まで聞いていただくと、見積もりの項目で契約後にこんな項目入ってなかった、金額がプラスになったとかっていうトラブルをなくすことができると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。こちらの店長磯野のウェブ家作りコンサルティングは毎週水曜日と土曜日の19時に配信しています。住宅にまつわるいろんな情報、お得な情報を配信してますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。そしてこの YouTube だけではなくて、音声の方ではこちらの Spotify、 それからテキストの方ではこちらのアメーバーブログ、そして最新情報は Twitter でも配信してますので、合わせてフォローをお願いいたします。というわけで今日のテーマ、営業からの見積書漏れてませんかというところをお伝えしていきたいと思います。でこれやっぱりですね、注文住宅の資金計画って非常に分かりづらいって皆さんやっぱおっしゃいます。非常に難しいんです。いろんな会社さんと比較しようとしても、なかなかですね、同じような項目の書き方をしていないので分かりづらいというようなお話がすごく昔からやっぱり聞きます。で例えば建売住宅とかマンションであれば、売買契約書っていう形で、この中にですね、もう建物のすべても完成してますから、すべての金額が入ってます。で、これに、プラスあとは諸経費、あとは仲介会社さん、不動産屋さんが入る場合は、仲介手数料っていう、この足し算だけで済むっていうのが一般的なんですけども、注文住宅はそういかないんですよ。そういかないっていうのがちょっとですね、大変なところだと思いますので、今日は、ちょっとですね、こういったところを解説していきたいと思います。で、まずはですね、こちら、ちょっと表示しますが、円グラフでお話します。で、私いつもですね、お客様に営業としてご説明してたときは、この円グラフで皆さんにご紹介、ご説明をしてました。で、円グラフで分けると、大きく5つに分かれます。5つに分かれます。で、これを1つずつちょっと解説していくと、まずは、本体工事です。建物の本体工事。これは、皆さんもよく聞くと思いますが、坪単価って呼ばれるもの、建物の坪単価って呼ばれるものに、建物の実際の坪数をかけて、そして、まあ、成立する建物の金額になってます。坪単価の表記でない場合は、建物本体工事っていう言い方をしたりしますので、まあ、そういったものがここに入ってくる内容になってます。それからその次が、付帯工事費って呼ばれるものです。付帯工事費。これもいろんなですね、ホームページとか見ても、本当に言葉がですね、混在してて分かりづらいんですけども、ここで言う付帯工事費っていうのは、各ハウスメーカーや工務店さんが言うところでちょっと統一していくと、簡単にいくと、建物のこの本体以外にかかる、例えば上下水道とか電気、ガスとか、それ以外に工事の足場費用とかですね、まあ、いろんなそういった付帯するものが、この付帯工事費と呼ばれてます。ですので、実際ですね、建物をこう成立させようとすると、この本体工事と付帯工事費を足して初めて建物本体の全体の金額というようなイメージになってきます。はい、なので、まあ、いろんな会社さんとちょっと比較したいなっていう場合は、まずはこの2項目をきちんと合計したときに、いくらにこの会社の建物はいくらになるのかなというのを比較していただくのがいいかなというふうに思います。それから次がですね、これも分かりにくいところ、本体外工事っていうところです。本体外工事。で、この本体外工事っていうのは何かっていうと、建物のですね、先ほど本体のお話しましたけど、それ以外にかかる工事だと思っていただければと思います。で、この本体外工事については今日はですね、もっと詳しくちょっとご紹介しようと思うので、後ほど解説していきたいと思います。で、本体外工事以外にかかるのが、この工事諸経費というものです。工事諸経費。これがまた厄介なんですけども、これもですね、またハウスメーカーさん、建築会社さんによって、見積もりの出し方が変わってきます。例えば会社さんによっては、どんな条件によっても10%、必ず受ける金額の 10% をプラスするっていう工事諸経費の取り方もしたりするんですけども、この工事諸経費根本で何かっていうと、現場のですね、現場でいわゆる建築地、お土地の建築工事のしやすさ、しにくさによってかかる費用だと思っていただければと思います。どんな項目があるかっていうと、一般的には運搬改装費、いわゆる運んでいくための費用。これが例えばですけども、道路がですね、10メーターの幅と4メーターの幅っていうふうに考えると、ここを通れるトラックの大きさも変わってきますので、運搬改装費が大きければ
1回、車が小さければ例えば5回かかるとかいうと、その分の改装費というのが変わってきたりします。それ以外にはガードマンさんの費用やレッカー車の費用、またレッカー車が使えなければ昔ながらの大工さん職人さんがこう手運びで物を運ぶなんていうと、手運び運搬費用というのがかかったりとか、そういうのが結構まちまちです。なので非常に大きいお土地で車がバーンと敷地内にも止められて、道路も広くて高低差もなくてっていくと、工事諸経費は安く抑えられたりします。それを先ほどの話した 10% 一律で取りますよってところだと、しやすくてもしにくくても必ず取られるので、しやすい現場のお客様はちょっと損するかもしれません。はい、これまあ一般的にはですね、多いのはちゃんと現地を見てきちんと算出するっていうのが一番一般的かなというふうに思います。そして最後の項目が諸経費です。諸経費。これは、例えば住宅ローン借りる方では、銀行系の諸経費、手数料とか保証料とかそういったものになっています。それから、登記費用関係、登記費用もたくさんあります。それから、税金関係、あとは火災保険、地震保険、それ以外もいろんなですね、そのお土地に合わせて出さなければいけない申請費用、許認可費用なんていうものがあったり、それから、設計料とか、役所の出す確認申請費用、地盤調査費用、結構ですね、項目ほんといっぱいあるんですよ。ほんとたくさんあります。なので諸経費についてはまた改めて解説していきたいかなというふうに思うので、それぞれまた別に楽しみにしてください。というわけで今日はですね、この中の本体外工事について解説していきたいと思います。で、なんで今日本体外工事かっていうと、実は本体外工事の漏れっていうのはですね、住宅業界全体通して多いっていうふうに言われてます。非常に多いそうです。これどんな項目があるかちょっとお話していくと、例えば建て替えの方やお土地を買う方でも古屋がついている方、この場合は建物を解体しなければいけないので、解体工事費用っていうのがかかります。解体工事費用、これは解体する建物本体もそうですし、それ以外に例えばフェンスを壊すとかですね、あとは庭木を壊す、撤去するなんていうのもあったりするので、この解体工事費用もきちんと算出しなきゃいけません。これもさっきの工事諸経費と一緒で、道路が狭かったりとか高低差があったりとかすると割高になったりする費用になってきます。はい、それから上下水道です。上下水道、これもですね、まあ、大体下水の場合は、まあ、市区町村がですね、所有して敷地内に入れてくれたりするんですけども、水道の方、浄水の方は比較的で自分で入れなきゃいけないっていうのがあるので、敷地に入っていなかったら道路を開けて引っ込みをしなきゃいけない。よく年末とかに道路工事をこう、道路開けてやってるのを個人でやらなきゃいけないっていうような費用になってきたりとか、入ってたとしても、もうすでにですね、ちょっと年数経って管が錆びたりするような古いものだとすると同じように取り出さなきゃいけないとかですね。あとは、引き込み済みであったとしても、2世帯住宅で住む場合の2つに分岐すると、水道のですね、容量が足りない、水圧が足りないっていうことになると、またそういう時も取り直しをしなきゃいけないっていうのがあるので、こういった費用も必ずきちんと、その建物の計画に合わせて、見積もりを取る必要が出てきます。で、それ以外にはやっぱりガスですね。ガスの引き込みなんかも必要になってきます。それから造成工事。造成工事っていうのは、道路とお土地とかこう高低差がある場合に、きちんとその高低差を抑えるための土留め工事とかですね、あとは階段の工事とか、そういったものがきちんと算出されているかどうかです。それから残土処分費用なんていうのもあります。残土処分。これは建物本体の基礎を掘った時に出てくる残土もありますし、先ほどのように高低差があって、そこの部分を土を処分して駐車場を広く取りたいなんていう場合も、この残土処分費っていうのもかかってきます。はい。で、あとは外構工事費用ですね。外構工事。これも、まあ、おしゃれに、建物全体を土地も含めておしゃれに見せたいっていう場合に使うような費用。それから、まあ、防犯上のフェンスをこうやったりとか、機能門柱なんていう、こうインターホンとかですね、そういったものをつけるとかっていう外交費用もきちんと見ておく必要があります。そして、結構ですね、読みづらいのが、地盤の改良工事です。地盤の改良工事。これは、地盤のですね、きちんと調査をした上で、もし弱かった場合、地盤がこう、ふかふかで弱かった場合は、杭を打たなきゃいけないとかっていうような補強する工事費用、これを地盤改良工事って言います。これはですね、入れてない会社っていうのが結構多いです。結構多いです。で、これバカにならないんですよ。バカにならないです。だいたい地盤改良がもし必要だって出てしまうと、100万前後ぐらいします。さらに、
地盤がですね、例えば5メーターとかじゃなくても10メーターぐらいまで全然硬い地盤がないってなると数百万かかるケースもあります。私が昔ハウスメーカーで設計やった時で一番高かったケースで600万円っていうのがありました。600万円。非常に大きいお金がですね、ドーンと後からかかるっていうこともあるので、これもですね、ある程度目星をつけた方がいいかなと思います。で、そんな時は、きちんと営業担当の方に、この土地、建築する土地がどのぐらい地盤が硬そうなのかっていうですね、まあ、もちろん調査をきちんとしないとわからないんで、明確には出ません。100% のことではないんですけども、この周辺の地盤のデータっていうのをですね、お出しすることができますので、そういったものを見ながら、弱いのか強いのかっていうところに合わせて、きちんと資金計画の中に費用を盛り込む必要がありますので、このあたりぜひ注意していただければなというふうに思います。なので、この本体外工事はですね、本当にきちんと拾っておかないと、後で本当に急にぐーんと金額が増えてしまう要因になったりしますので、ぜひこれきちんと営業担当と確認して、漏れがないようにしていただきたいなというふうに思います。というわけで最後に今日のまとめをお伝えしていきたいと思います。まとめは3つお伝えしていきます。まずまとめの1つ目です。1つ目は、注文住宅の資金計画は難しいというところです。非常に難しいです。なので、きちんとこういった動画を見ながら覚えていただければなというふうに思います。それから2つ目。2つ目は、円グラフできちんと全体像をイメージしましょうと。円グラフできちんと全体をイメージしていただきたいなと思います。そして3つ目。3つ目は、本体外工事を漏れがないかきちんと確認をして進めていきましょうというところの3つになります。本当にこの漏れがあるだけで後で本当に恐ろしいことになりかねないので、きちんと契約前に確認していただいて安心して進めていただきたいなというふうに思います。というわけでいかがでしたでしょうか。今日はこちらの営業の見積もり漏れがないですかというテーマについて解説させていただきました。最後まで聞いていただきましてありがとうございます。よかったなと思ったらぜひ高評価、いいねをお願いいたします。そしてこの店長さんのウェブデザインコンサルティングは毎週水曜日と土曜日の19時に配信しています。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。そしてこの YouTube だけではなくて、店長さんのウェブデザインコンサルティングは音声ではこちらの Spotify、それからテキストではこちらのアメーバブログ毎日更新しています。そして最新情報は Twitter でも配信してますので、合わせてフォローをお願いいたします。というわけで本日は以上になります。次回また楽しみにお待ちください。ではまた。